今のビジネスっていうのは、まあ、ビジカジっていうのが最も勢いのあるね、やっぱりスタイルじゃないかなと思います。今回はそういったビジカジのシーンでも使えるスーツっていうね、このスーツを軸にしながら、着回しっていうのをバンバンお見せしていこうかなと思います。それでは、ね、やってみていきます。オクテットチャンネル、オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。はい、ということで、今日もねムンジュやっていこうかなと思います。クラシックな、ファッションのジャンルだったりとか、まあ、スタイルで言えばコンサバティブな僕が、まあ、ご紹介提案するファッションのスタイルとそのアイテム選びっていうところで、毎週毎週テーマを設けて、撮影しています。そして今回は一着のネイビースーツ、はい、これを使って、ビジカジのスタイルを作るっていうのをやっていこうかなと思います。まあ、ビジカジでスーツっていうそのものがね当てはまってない気もすると皆さんも思うんですよね。着方としてはスーツだし、どうしてもちょっとこう構築的な感じとかがしてしまって、まあ普通のジャケットに比べるとちょっとカチッとするよねっていうところは確実にあると思うんですよね。実際に今僕が着てるこのアイテムになるんですけども、これはあの今年ね作ったもので、あの感覚としてはセットアップみたいなね、はい、イメージを持ってもらえると非常にイメージしやすいのかなと思います。スーツとして着ることもできるんですけども、何だったらジャケット単体だったりとか、そういった使い方も含めて、まあセットアップのように着れるような、よりねあの今の時代感に合った、まあ、いわゆるスーツっていうものになっているのかなと思います。というわけで今日はねこのネイビーのスーツを使って、じゃあ実際にどんな風に見えるのか、どんな崩した着こなしができるのかっていうのを全部ねお見せできたらなと思っています。それではやっていきます。まず、このスーツに関してはですね、生地はあのカノニコのフランネルを使ってまして、グレンチェックになってるっていうそんな素材です。はい、ここ一つ、まあ、僕ポイントなのかなと思うんですけど、やっぱりあの素材感はちょっとそういう見え方するやつがいいですよね。それぞれの季節に合った表情のあるものを選ぶとよりいいかなと思います。まあ、そういうのも含めて今回はこういった生地をね、しています。例えばねサイドアップをしたスタイルだとしても、そこまでねカチカチにならないスーツスタイルっていうのが、まあそもそもこれを選べば作れるんじゃないかなと、そんな風にも思います。次はニットのスタイルです。僕今チーフしてますけど、まあ実際に仕事の方はね多分やらない方ほとんどだと思うし、まあ、やってもまあ白無地とかかなとは思いますが、まあ、ちょっと僕はあの好きなんでチーフを刺すまでのスタイルがねあのちょっと刺してます。ニットで実際に合わせるとカチリとしたクラシックなスーツとは違う雰囲気っていうのがよりまあ体感していただけるのかなと思います。硬すぎないっていう雰囲気をあの作ることが実際できるかなと思います。こういったその素材感だったりとか、あとはこの仕立ての部分でよりちょっとこうイージーになってるようなあのジャケットとパンツの、まあ、スーツもしくはセットアップっていうものをお選びいただけると、割とねあの硬すぎない感じで幅もあって、でその使い方も非常にできる、まあ、しやすいのかなと思います。まあ合わせとしてはあのこんな感じでグレーのニットをベーシックにね合わせています。はい、そして足元はまあ先ほどよりも少し軽めにしてあげて、まあタッセルのローファーですねぐらいでちょっとこう軽く合わせているっていうそんなスタイルになっています。まあ、非常にベーシックで、まあ、これも保守的なスタイルなんですけれども、まあ、かっこいいんじゃないかなと思います。次はこんな感じで、まあ、またしてもニットのスタイルなんですけれども、クルーネックのニットを合わせています。クルーの方が僕の中ではやっぱりカジュアルな雰囲気がしますので、あのこんな感じでね合わせてます。冬場であればね、まあ、あんまり汗もかかないと思うので、まあ、本来はやっぱり襟があったりとかねネックがあるものっていうのがベースではありますけれども、まあこういった少しこう簡略化したようなスタイルでも全然ありかなと思っています。これがやっぱりガチガチのねあのスーツだとちょっとどうしてもねあのそこに違和感とかは、まあ着こなしによっては生じる可能性もあるのかなと思うので、そのあたりのこのバランス感っていうのがやっぱりこういったねちょっとこうカジュアルになってるからこそバランスが取れるところはすごく大きいのかなと思います。はい、靴はまあこんな感じで、茶靴なんですけども、まあ、ダークブラウンぐらいにねして、そして今こう着こなしてるニットなんですけど、これはあのジョンスメドレーの新作ですね。ちょっとくすんでるあのブルーなので、非常にこのカノニコのスーツとなんか色の乗り方がねいいなと思って、このような感じで合わせています。次はあのジャケットだけを、使って、まあ、ちょっとスタイリングを組んでます。ジャケパンのスタイルですね。はい、
まあ、この使い方ができるっていうところが、まあ、今回の、まあ、スーツの中でも僕の一番の、まあ、推しのポイントでもあります。作ってる段階でですね、あの資材とかはほとんど入れずに、まあ、なおかつパターンも変えてて、あのジャケット単体でよりこう入るような感じにしてるんですね。本当のスーツはもう少しやっぱりこう丈も長いし、まあ、この辺りのこう開きっていうのも、まあ、ちょっとやっぱ違うわけですよ。で肩だったりとか、まあ、そういったところもろもろ含めてやっぱりちょっと違うので、あのスーツの上をまんま持ってきちゃうと、まあ、ちょっとやっぱおかしいじゃないですか。カチッとしちゃうし、あとはまあ生地も当然そうですよね。っていうところで普通のネイビースーツ単体っていうのはもう絶対にお勧めしないんですけども、まあ、これはちょっと特例でお勧めしてます。生地もあのグレーンチェックとは言ったんですけど、透明無地、よく見るとグレーンでもあんまりあの色も激しくないっていう感じなんで、無地感覚に近いイメージであの使ってもらっても心配せずともいけるんじゃないかなと思ってます。ウールの、はい、まあミドルグレーぐらいかな、そのぐらいの、スラックスを合わせて、シャツはですね、これあのスペルラティブの新作なんですけれども、まだちょっとリンクもしかしたら載ってないかもしれないですが、まあ、これはお用意紹介します。ちょっとこうベージュグレーっぽいような色のシャツを合わせていて、まあ、そこにこのグレー拾いのネクタイ、まあ、アクセントでちょっとこうイエローがね入っています。中身はだいたいグレーっぽい感じで合わせていてっていうスタイルです。まあ、ジャケパンのねタイドアップであれば、まあ、ビジカジとはね伝えてますけれども、ネクタイ好きな方はね、あのぜひこういった合わせもねしてみてほしいなと思います。色合わせがね非常に楽しくなります。最後のスタイルはこんな感じですね。ジャケパンのスタイルをニットで合わせています。ガチガチのスーツだとちょっと難しいスタイルですよね、これは。はい、けどまあいざこうやって合わせてみると、まあこのジャケットね、本当にこう普通のネイビージャケットのように合わせれてるっていうのは結構伝わるんじゃないかなと思います。ブリリアンのチノを合わせて、でインナーはちょっと重かったんで、あの白いニットをまあちょっと挟ん でそこからネイビージャケットで、足元はあのサイドガーブーツにして、まあちょっとここもカジュアルな感じに合わせています。今日はあのビジカジなので、まあ、やらないですけれども、デニムぐらいまで行くのもニットとかシャツとかで合わせれば多分全然いけるかなと思っています。ドレス感のね、あの強いアイテムであれば全然合わせることは可能じゃないかなと思っています。はい、まあ、このスタイルはあの人によっては、まあ、休日のパターンもあるであろうし、あとはね仕事で通用するっていう方も非常に多いスタイルだと思いますし、まあ、実際あのやっぱり今ジャケットを着る需要としてはなんだかんだここが一番多い気がするんですよね。はい、ジャケットにニットに、まあ、チノかウールスラみたいなねパターンが非常に多いと思うので、まあ、そういった意味での、あの着回しも非常に効くかなと思います。スーツとはいえどもちょっとこう変えたね、今回はあのよりイージーでよりこう簡略化した本当にこうジャケットのセットアップのように着れるようなものっていうのを作ったので、まあ、こういったね着こなしもできるんじゃないかなと思います。ぜひね、あの僕はちょっと今日はいろいろと幅をお見せしたいなということでこんな感じで、まあ、着回してみたんですけども、まあ、また次回あのグレーの方もね、まあ、よかったらやろうかなと思うので、そちらもご覧いただけたらなと思います。ということですね、僕たちのチャンネルはこんな感じで毎日8時に動画を更新しています。ぜひチャンネル登録、それから高評価をよろしくお願いします。あとはですね、コメントもお待ちしてます。よろしくお願いします。というわけで、ムンでした。バイバイ。